どうも、くまです。本日は、次回異世界が火ということで、まだ紹介していなかった水属性のキャラクター、弓の星5、刹那の専用武器をご紹介していこうと思います。よろしくお願いします。それではまずは、刹那の専用武器を見ていきましょう。マルチターゲット4体。1.93 水属性凍結ということで、異世界次が何来るのかちょっとわからない現状で、刹那はどうなのかなと思うんですが、この刹那ね、工場キャラクターの水属性の光栄って刹那しかいないんですよ。ちょっと前の5周年、1個前のイベントの5周年イベントとかで、イスレっていう、ミステリオ大機構のキャラクターが水属性で光栄なんですが、刹那しか工場キャラクターの水属性ってのは存在しません。なのでかなり貴重なキャラクターと現状なっております。マルチターゲット4体っていうところは、次回の異世界が何なのかによって評価が変わってきます。ただ通常使いでも使いやすいターゲット数となっておりますし、 1.93 というのは非常に良いと思います。そして凍結、凍結バフっていうのは、仏光仏防回避ダウンかな、で敵が火属性の場合は仏防のみダウンなのかなっていう状況にできるデバフとなっております。非常に優秀ですね。凍結が入れば仏防ダウンなので、刹那の攻撃が非常に通りやすくなると、いいんじゃないかな。火属性の異世界では割といいと思います。ただし弓なので多少ね、やっぱり何かしら仏防が足りてないので補ってあげる必要があります。例えば槍の前衛を前に置いてあげるとか、あとは敵が必中狙いであればそもそも狙われないとか、あるんですが、もう一つの手に防具の隠密をつけることによって敵から狙われにくくなったりもします。ただしね、この弓という職業、やっぱり一番魅力的なのは心眼ですよね。この心眼防具、クリティカル 60% アップとなっております。で、通常のキャラクターのクリティカル上限値っていうのは 40% です。なのでこの心眼をつけることによって 40% プラス 60% のクリティカル 100% を達成できる、これが弓の最大の強いポイントとなります。異世界のクリティカルに対する耐性っていうのがいくつかっていうところが、毎度違うと思いますし、階層によっても違うと思いますし、ちょっと何とも言えないんで、 100% 達成するにはじゃあクリティカルいくつあればマックスの 40% に行くのかっていうところはなかなか難しいんですが、ただやっぱりこの心眼防具が弓はあるっていうのが最大の強いポイントとなります。だからマルチ4体 1.93 水属性凍結を持ってクリティカル 100% に持ってければ対火属性に対しては非常に強力な光栄キャラクターとなっております。私はね、まだ全然育成が終わってないので、次回の非古戦場ではこの刹那を出す場面っていうのがないと思いますが、ちょっとね、育成段階がもっと進んでこればこの刹那の起用っていうのは全然ありなんじゃないかなと思います。いや、ちょっとね、本当に育成したいキャラクターが多すぎるんだけど、育成が本当に間に合わない。もうちょっと経験値良いクエストが増えてほしいですね。それではキャラクターへ見ていきましょう。キャラクター絵はこんな感じ。めちゃめちゃいいっすよね。真っ白。真っ白だね。で、SD 絵。で、刹那は弓の中では結構、というかかなり新しめの工場キャラクターとなっております。なので、SD 絵がもう圧倒的に豪華ですね。やっぱり新しいキャラになればなるほど、この SD 絵っていうのは豪華になってきます。工場キャラクターとは思えない豪華さなので、刹那はめちゃめちゃ私の中では評価が高いです。では、後ろ姿見ていきましょう。はい、刹那の後ろ姿はこんな感じとなっております。後ろ姿もすごいいいですよね。ちょっともっさり感があるんですが、それでもやっぱり豪華さが伝わってきます。ただ刹那の場合はやっぱり前から見る方が私的には好きですね、後ろから見るより。ただ前から見る機会っていうのがね、やっぱりカンパニーガールズあんまりないので、そこがちょっと刹那の悲しいポイントかもしれません。
まあ、専用武器のこの SDM もすごくいいですね。それでは試し切りやっていこうと思います。試し切りをやっていくのは無限の迷宮となります。それでは行ってみましょう。すぐに終わらせますね。さあ刹那の火力をしろ。結びとしましょう。まあ、マルチ 1.93 でレベルが今低い状態で、まあ、2000ぐらいのダメージを出せているので、もうちょっと水属性の強化をすればこれの3倍ぐらい火力が高くなります。でもうちょっと部長、まあ、部長30とかにすればこれの多分2倍ぐらい強くなるので、どうなんだろうね、1万ダメぐらいは出るんじゃないですかね普通に。どっかひとひら、どうか死に急ぎませぬよ。なんかちょっとボイス初めて聞いたけど、ボイスなんかちょっと古風だな。まあ、こういう火属性に強いですね。強いですね。で今見ていただいたら分かる通り、現在心眼を装備している状態です。で心眼でクリティカル135ぐらい確保していて、あんまり高くないレベル、この1個だけ昇進したレベルの23レベルで、まあここら辺ではクリティカル 100% で進行できますね。いや強いよな。これがやっぱり弓の強さなんですよ、この心眼を装備できるっていうのが。まああとは対空に対しての特攻もある。まあこれも強いですね。だから敵がグリフィンであればめちゃめちゃいい。グリフィン火だったらもう刹那出すしかないんですよね実際。こういうマルチ4体にも強い。でしかも凍結バフが入る、これいいね。凍結はね本当に仏棒を下げる手段でもあるし本当にいいんすよね。いや強いなー。いや刹那いいと思うんだよな。次回の異世界では、まあ、火のグリフィンっていうのが存在するのか知りませんが、本当に火のグリフィンだったら刹那いいっすね。まあ他にも、まあ、水属性のキャラクターといえば期間限定ではありますが、そのユリタとかエリエとかもいるんですが、まあ、マルチ4体って意味では刹那の方がちょっとターゲット数が軍配があるかなと思います。まあ凍結デバフも大きいですしね。いやいいなぁ。いや刹那マジでもうちょっと育成しとけばよかったなっていう後悔がありますね。いや次が火だとは知らなくし、まあ次がね、てか異世界のスケジュールってないんすよ本当に。異世界のスケジュールをちゃんと作ってほしい。ちょっと別のゲームになりますが、グランブルーファンタジーってゲームではだいたいねスケジュールが決まってるんですよ。まあ毎月1回でこの属性みたいなのが決まっているんですが、カンパニってよくわからないんだよね。スケジュールもわからないし属性もわからないし、まあさらにカンパニで言うとグリフィンっていうね、グリフォンかグリフィンかグリフォンかわかんないけど、まあ要は対空っていう属性があるわけですよ。まあ、それのちゃんとスケジュールを決めてもらわないとなかなか育成プランっていうのが立たないんですね。なんで平準的に育てるとその異世界に特化したキャラクターが育てきれないっていう可能性もあります。まあそのために2億経験値チケットっていうのがあるのかもしれませんが、ちゃんとスケジュール組んでほしいな個人的には。で今更ですけどこの攻撃エフェクトもいいっすね。まあ空から氷が降ってくる感じです。かっこいいと思います普通に。いや本当にね刹那育てられなかったのは今回本当に悔やまれる。どうか死に急ぎませぬよ。取り立てて言うほどではありませんが弓術を少々お役に立てるとよろしいのですが。はい、ということで刹那のご紹介でございました。まあちょっとね試し切りの時は異世界に対しての愚痴が多くなってしまって申し訳ありません。まあ、ただねこの刹那ってキャラクターは本当に強いです。まあ属性持ちであること、まず第一属性持ちであることって時点で強いんだよね。まあ今対属性のなんか上げるための異世界アクセサリーっていうのが存在しないんで、属性持ちのキャラクターって自動的にだいたい対属性に対しては、まあ、3倍ぐらいのダメージをちゃんとアクセサリー装備すれば出せるんですね。なんで水属性であることは強いし、やっぱり弓の強さとしては心眼防具によるクリティカル 100%、まあ、これもめちゃめちゃ強いですね。であとは凍結のデバフがさせる、まあ、これも本当に強い。仏棒を下げれるのは本当に強いです。
これのね全てを一応持ってる刹那っていうのは工場キャラクターの中でも結構優秀な部類になると思います。なんで対比の場合はぜひ刹那を使ってみてください。あとはグリフィンの場合においても、まあ、対空があるので結構使いやすいと思います。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またね。